エディ・フィッシャーこと、エディ・レイ・フィッシャーは、アメリカ人の音楽家、作詞家である。彼は、アメリカのポップロックバンド、ワン・リパブリックのドラマーを務めている。エディは、カリフォルニア州、ミッション・ビー・エホで育ち、現在は、ワン・リパブリックが拠点としている、コロラド州、デンバーに住んでいる。エディは2005年に、バンドに加わり、それからずっとバンドのドラマーである。エディは、 中学1年生の頃にアリゾナ州テンペスタジアムで U2 のコンサートを見てそこからドラムに興味を持ち始めたエディは2017年にリアノン・アデラと結婚した彼は2006年バンドの以前のベーシストと遊んだ後ワンリパブリックに加わった彼はまたバンドのデビューアルバムドリーミング・アウト・ラウドの楽曲セストップ・ステア・サム・ワントゥ・セーブ・ ウォントストップ、オールフォールダウンなどにおいて作詞を行ったことで知られている。さらに、バンドのセカンドアルバム、ウェイキングアップナのグッドライフの作詞に貢献したが、サードアルバムネイティブでは、いずれの楽曲の作詞にも携わっていない。エディは、バンド、ザ・バイオレット・バーニングの多数のトラックでドラムを演奏してきたと知られている。彼は、ケリー・クラークソンの曲、 If I can't have you, ジェームス・モリソンの Please Don't と Stop the Rain においてドラムを演奏した。また彼は他のアーティストの作詞を手掛けることもある。ありがとうございます。